全国高校野球選手権、KO8 の2仙台育英、23日、決勝 KO、神奈川、は夏に連覇を狙った仙台育英、宮城、を下し、107年ぶり2度目の優勝を成し遂げた。写真、KO の優勝に目元を拭う清原和博 PL 学園時代に甲子園で通算13本塁打を放った清原和弘五56、の次男、KO、神奈川、 野勝寺内野手、2年、は親子での夏優勝を達成した。決勝はベンチスタートだったが9回戦闘に代打で登場。4玉を選び、大走を送られた。節で VKO、清原の父和弘さんは PL 学園で83、85年夏に優勝。節シが共に優勝したのは、戦前など一部の記録が不明も例の見当たらない快挙となった。父が優勝。 小が準優勝の例は吉沢敏行、日大三イコール七十一年春、と正午、日大三イコール十年春、黒川陽光、上宮イコール九十三年春、と文み明き、智弁和歌山イコール十八年春、があった。清原勝次、清原勝次、2005年、平成17、5月1日、東京都渋谷区生まれ。 慶応幼稚舎出身で、オールアザブでプレー小6時22球団ジュニアトーナメントのジャイアンツジュニアに選出。中学時代は世田谷西シニアで全国大会出場。慶応では昨週からメンバー入り。名前の由来は、勝、子供で勝つ字。好きな選手はカブス鈴木誠也。尊敬する人は両親。将来の夢はプロ野球選手。 兄は境大野球部新三年の正午内野手。175センチ、80キロ、右投げ右打ち。